てもとても良い日にございます。よきかな、よきかな。照れることないですよ、ココナッツ。兄様の寵愛をいただいたことは、私の猫として誇るべきですよ。そんな、恥ずかしいからあんまり大声では。ココナッツの口を割らせることなど、子猫の手をひねるよりたやすいだけのこと。それに私もまだ幼いとはいえ女ですから、女の勘は殿方にはわからない機微があるのですよ。おっほほほほほほほ。ごめんなさいお兄ちゃん、しぐれちゃんにバーっていろいろと聞かれてうまく答えられなくて。でもしぐれちゃんだって僕のご主人様だよ。お兄ちゃんもそれでいいって言ってくれたし。心は私に忠誠を誓っていても、体は兄様を求めてしまう。はあ、そんなのも続々とこの心と体を焦がしてやまない。ありです、ありですわ、ココナッツ。まだまだ子猫と思っていたけれど、やっぱり私の猫ですわね。違うよ、なんかよくわかんないけど違う気がするよ、しぐれちゃん。で高笑ってるわね。しぐれちゃんとなっちゃんの様子を見てるとなんとなくお察ししますけどね。まあね、私には関係なさそうだし。そうならいいんじゃないの、なんでも。ねえ、あずき。え？あ、おう、せやな。あ、まあ、なんつうか、もう、いいんじゃね。そういう、その、ついた惚れたは当人らの問題なわけだし、別に私らがどうこう口挟む問題じゃねえっつうか。アズちゃんにいつものキレが全然ないよ。うるせえな、誰しもてめえらみてえに無神経じゃねえんだよ。あ、何その逆ギレ、意味わかんないんだけど。まあまあ喧嘩しない喧嘩しないの。
く着替えないと開店準備間に合わないよ。ね、あずちゃん。お、おう、せやな。とっとと着替えちまおうや。あ、じゃあな、箇所。そんな感じでな。なあ、ショコラバニラ。いつまでも寝てんじゃねえぞ。今日も楽しくねえ労働の時間なんだから、起きろや。はい、おはようさん。着替えるから部屋借りるわよ。二人とも起きないと寝坊しちゃうよ。はあ、はあ、おじいさんも。幸せだったし、後悔なんてしてないから。さあさあ、水無月の絆がまた一つ強くなったところで、今日も張り切ってお店を開けましょうか。主人はほんとエロだね。私を動物 DVD に釘付けにしておいた隙をつくとはほんと作詞。